はい、皆さんこんにちは。今日は1日オフなので、2日前にシェイクダウンして2日間乗った電車の紹介をしていきたいと思います。はい、ということで今回自転車を紹介する動画なんですけど、ちょっとね、紹介するところが多すぎて覚えきれないので、カンペを作って見ながら紹介していきたいと思います。はい、まずはフレームサイズから。フレームサイズは52サイズを使用しています。続いてハンドル周りを紹介していきたいと思います。ステムは 110mm で、ハンドルの幅は 400mm です。今ステム一体型ハンドルの到着を待っていて、仮にノーマルステムとハンドルで乗っています。コンポーネントは基本的に R8170 アルテグラ DI2 を使用しています。12速タイプの DI2 です。クランクのみパワーメーター付きの 170mm ピュラエースのクランクを使用しています。ギア比はフロントが 54-40、 リアが 11-30 を使用しています。コースによってはリアを 11-32 に変更することがあるかもしれません。ホイールは前後ともに練習用ホイールとして、ボントレガーのアイオロスプロ51チューブレスレディを使用しています。ホイールはチューブレスレディですが、トレーニングではクリンチャーを使用しています。ディスクローターは現在仮で前後 160mm が付いていますが、通常はフロント 160mm、 リア 140mm を使用しています。サイクルコンピューターはガーミン1040ソーラーを使用しています。サドルはプロロゴの02を使用しています。ネームステッカーはいつもお世話になっているシーズデザインワークスさんに作っていただいた、カタカナでコヤマーと書いたネームステッカーを使用しています。結構外国人に人気です。はい、ということで今一通り自転車のスペックについて紹介したんですけれども、2日間乗ってみて自分で感じたこと、インプレッション的なことを今からしていきたいんですけど、まずね、見た目が最高にかっこいいですよね。100点です、自分の中では。まあ、毎年乗る自転車基本的には100点なんですけれども、久しぶりのエアロバイクということもあって、まあ、最近結構いろんなメーカーでエアロバイクが出てると思うんですけど、その中でも群を抜いてね、奇抜な形をしたフレームなのではないかなと思います。特にこのシートチューブ周り、あとでね、ワイプで多分動画撮ったんで載せると思うんですけど、シートチューブのあたりがすごい奇抜ですね。あと実際に走ってみて、まあ1日目、2日間乗った中の1日目が5時間のライド で、昨日ですね、2日目がインターバルメニューを上りで行ったんですけど、まあ、上りと下りしか走ってないので、上りと下りのインプレッションをしたいと思います。でまず上りですね。エアロバイクってなんか重たいイメージとかあると思うんですけど、振りも軽いですし、よく進んでくれる印象がありました。かかりがいいですね。で特に感じたのが下りですね。いつも同じよく行く峠とかでトレーニングしてても、下りのスピードの乗り方が半端ないっていう印象はありました、ね、そうですね。あとはまあ上りと下りしか走ってないので、エアロバイクとしての性能が体感できないのではないかなとか思ってたんですけど、もう全然もういい方に予想が外れて、もう乗ってるだけで楽しいですし、下りは速いし、上りもかかりいいし、まあ、間違いなく平坦も走ると思うので、まあ、この後ね、いろいろトレーニングしてみて、スプリントとかもどんどんやっていけたらなっていう感じですね。はい、こんなところですかね。今回ね、こんな感じで初めてインプレッションをしてみたので、ちょっとね、うまく動画として成立するか不安ではあるんですけど、まあ良かったなと思う方はコメントとか高評価とかチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。